メーカーによってですね、赤系で消えるものと消えないものがありました。皆さんこんにちは、ピーンスケです。この動画は赤シートで消える蛍光ペンの色を見つけていきたいと思います。はじめにですね、結論なんですけども、基本はピンク系とオレンジ系が消えるようになっております。今回検証に使う蛍光ペンなんですが、はじめにマイルドライナーの25色。無印良品のポリプロピレンノック式蛍光ペンとポリプロピレン窓付き蛍光ペン全10色、擦ると消えるフリクションライト蛍光ペン15色、それから少し前に発売しましたシンプロパスウィンドウの全15色、これらの蛍光ペンを使って消える色を見つけていきます。それでは初めにマイルドライナーからいきます。こんな感じになっていまして、初めに消える色をチェックしていきます。はい、ということで消える色なんですけども、左の列からマイルドピンク、マイルドレッドは飛ばしまして、マイルドコーラルピンク、マイルドマリーゴールド、マイルドアプリコット、それからマイルドオレンジ。続いて2列目に行きまして、マイルドレモンイエロー、それからマイルドイエロー。以上の6色が消えることが分かりました。マイルドレッドも消えるかと思ったんですが、重ねるとですね、画面では少し分かりづらいんですが、少しだけインクの色が残っています。次は無印良品を検証していきます。左がノック式で、右が窓付きです。それでは見ていきます。ノック式はですね、イエローとオレンジが消えまして、ピンクが少し残っています。窓付きの方なんですが、若干ですね、ピンクが淡い色ですので、綺麗に消えます。ノック式はイエローとオレンジ。窓付きはですね、イエローとオレンジとピンクが消えます。ノック式のピンクはですね、少しはっきりした色ですので、若干ですが赤シートで残ってしまいます。3つ目は、フリクションライトの蛍光ペンを見ていきます。一つだけですね、ナチュラルカラーといって新しく出たものがあるので、それはですね、ノートを分けてあります。ということで、はじめに、こちらの12色を見ていきます。カラーラインナップがほぼ同じなんですが、ソフトが付いているか付いてないかという感じです。それでは、検証していきます。色が消える蛍光ペンということで、少し色が薄めですので、すべて綺麗に消えますね。消える色が、ピンク、オレンジ、イエロー。ソフトピンク、ソフトオレンジ、ソフトイエロー。以上の6色となりました。続いて少し前に登場したフリクションライトのナチュラルカラーですね。カラーがレッド、コーラルピンク、ペールオレンジ、ライトグリーン、スカイブルー、グレーとなっているんですが、検証していきます。消える色がレッド、コーラルピンク、ペールオレンジ。少し色が淡いためか、赤も綺麗に消えます。フリクション系は少し色が薄いので、赤シートととても相性がいいようですね。4番目に検証するのがプロパスウィンドウですね。少し前に登場したベーシック5色、ライトカラー5色、それからスモークカラー5色、以上の15色を検証していきます。それでは下から一気にいきます。こんな感じになっていまして、消える色がですね、ベーシックカラーは、レッドは少し残ってしまってピンク、ライトカラーがライトピンクとライトイエロー、スモークカラーがスモークレッドとスモークオレンジ、以上の5色が消える結果となりました。ということでまとめなんですけども、マイルドライナーマイルドピンク、マイルドコーラルピンク、マイルドマリーゴールド、マイルドアプリコット、マイルドオレンジ、マイルドレモンイエロー、マイルドイエロー、以上の7色が赤シートで消えます。無印良品はですね、ノック式がイエローとオレンジ、窓付きがイエロー、オレンジ、ピンク、以上の5色が赤シートで消えます。フリクションライトはピンク、オレンジ、イエロー、ソフトピンク、ソフトオレンジ、ソフトイエロー、それからナチュラルカラーのレッド、コーラルピンク、ペールオレンジ、以上の9色が消えます。新しいプロパスウィンドウについては、ベーシックカラーがピンク、ライトカラーがライトピンクとライトイエロー、スモークカラーがスモークレッドとスモークオレンジ、以上の5色が赤シートで消えます。はい、ということでこの動画は以上になります。赤シートで消える蛍光ペンの色を検証してみたんですが、メーカーによってですね、赤系で消えるものと消えないものがありました。今回検証した中では、フリクションライトがですね、比較的薄めの色なので、赤シートととても相性がいいことがわかりました。赤シートで消える色は、ピンク系、オレンジ系と、それから、イエローも少し見づらいんですが消えますので、勉強、試験勉強などに使ってみてください。それではこの動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。